BNF とは日本の個人投資家。BN 会の故障は当人が使用している2チャンネルでのハンドルネームから来ている。マスメディアでの通称は J コム男と呼ばれる。千葉県市川市出身。2000年日本大学法学部3年生の時、それまでの貯金やアルバイトで稼いだ160万円を元手に株式投資をスタート。 ネットトレードを始めた時は大学に在学していたが、卒業までの単位を2科目残したまま中退している。情報収集に2チャンネルの指教実況版、ニュース速報版を使用したり、投資一般版の株板相場市列伝スレッドにたまに7市での書き込みをしているという。2005年の J コム株大量誤発注事件により知られるようになる。2008年5月17日には、 日本経済新聞の一面に顔写真入りで紹介された。不動産にも投資しており、2008年10月には、秋葉原駅前の地上10階、地下1階の商業ビル、ちょむちょむ秋葉原の所有権を90億円程度で取得し、2011年には、東京都千代田区外館台丁目の敷地面積800平方メートル、地上6階、地下2階建ての商業ビル、 秋葉カルチャーズゾーンを推定170億円で購入している。地元に高級住宅を購入し、親には高級車を送ったほか、タワーマンションを購入したこと以外には、特別に贅沢をしておらず、普段は専用のトレードルームに引きこもって一人で取引している。スイングトレードでの資産運用が得意だが、PER などの指標は全く見ない。運用資産が増大してからは、 トピックスコア30構成銘柄などの大型株を重点売買する。BN 会というハンドルネームは、米国の投資家、ビクター・ニーダー・ホッファーをもじったもの。他人の金の運用はしたくないと言っており、証券会社の雇われトレーダーなどになる予定はなく、ソフトバンクの孫正義社長と会談した際に資産を運用するよう頼まれたが、断っている。2014年12月26日の、 朝日新聞電子版の報道により、ふるさと納税で、三重県伊賀市に1500万円の寄付を行い、500万円の寄付による純金手裏券3枚分を返礼として受け取ることが判明した。詳細は、JCOM 株大量誤発注事件を参照、BN 会がマスメディアに初めて登場したのは2005年12月8日、新規上場した JCOM の株式において、 水保証券の男性担当者が61万円で1株売りとすべき注文を1円で61万株売りとご注文し株式市場を混乱させた JCOM 株大量誤発注事件である。この事件において7100株を取得、同日中に市場で1100株を売り抜け、残る6000株を現金決済していたことが大量保有報告書で分かった。 2009年6月1日、オリックスの第46回定時株主総会召集通知に第9位の大株主として記載された。持ち株数は107万株、議決権比率で1.19%を保有する個人筆頭株主にあたる。他に、ファルテック、ユニチカ、オリエントコーポレーション、ジャストプランニングなどの大株主になっている。ワイルドライフ漫画、ワイルドライフでは、 株取引のプロとして BNF という名前で登場している。ワイルドライフ自体は獣を描いた漫画であるが、作者の興味から取材を行い、作中にて登場させている。ABCDEFGHI、People、BN 会190億円の男、ザックザック2008年2月7日 ABC、株安なんの、J コムなん、190億円儲けの極意。 ザックザック2008年1月24日、ダイヤモンド在2006年12月号、ダイヤモンド社。ダイヤモンド在2007年10月号、ダイヤモンド社。日本経済新聞2008年5月17日一面、日刊スポーツ2008年10月28日2018年3月に、売却。伝説の投資家 BNF 氏がビルを売却。価格は楽町新聞。 2020年4月5日閲覧。ザイオンライン編集部。アベノミクスで、資金はさらに増加中伝説の投資家、BN 会3が渋谷センター街のど真ん中にビルを建築中。ダイヤモンド社。2017年11月26日閲覧。ただし機械受注。雇用統計等の重要な指標。各国中央銀行の動向。 為替市場、商品先物市場、アメリカをはじめとする、海外株式市場の動きを見ていると言われている。j コム難またか、と、冷ややか、計算小時間が出現で、ザックザック2008年2月8日、10分間で20億円を荒稼ぎ、j コム男に直撃、ザックザック2009年12月4日大量、保有報告書、j コム株式会社、 平成17年12月16日、提出本名による記載。法に基づく公開情報 AB2000 年から2006年まで、ダイヤモンド在2007年10月号、j イコム男、世界同時株安でも、無傷日刊スポーツ2008年1月23日、あの、j イコム男が、オリックス株主9位に、ザックザック2009年6月3日、ありがとうございます。